とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。昨日その前に引き続き、タワーで出てきたいい装備を見せてくださいということで、今日は防具編となっております。今回も全部紹介すると長くなりすぎてしまいますので、5つ厳選して紹介していきます。では行きましょう。それではタワーで出てきたいい装備防具編、1つ目ですね。これタイタンの鎧です。これは動画でも紹介したんですけども、黄金で魂の袋で影の突撃クールダウン毒フォーカスですね。うまいこと立ち回れば本当に一発もダメージ受けることなく高難易度クリアしていくことが可能です。まあ、とにかく影突が強いんだよね。基本的に敵はほぼほぼ無視していっていいし、まあ、固まってるところで倒してすぐに影化する、まあ、そんな感じだよね。まあ、ボスももちろん影化すると攻撃してきませんので、ヒット&アウェイで攻撃、影化、それを繰り返すだけで倒していくことができます。まあ、できれば、この黄金の魂の袋、ここを、ポーションバリアにしてれば最高だったと思います。やっぱりね、途中で帯電とかが来ますと、あと、あれね、火傷とか、それに重力がついてるとか、のやつが来た時が、ちょっと厳しくなるので、そこを抜けるために、ポーションバリアがあれば、まあ良かったですね。でもまあ、全然、影突とクールダウン、毒フォーカスで使っていけるので、なかなかお気に入りですね。それでは、タワーで出てきたいい装備防具編。これ、軽快な亀の防具です。エンチャントが、ヘルスシナジー、クールダウン、毒フォーカス、となってます。まあもちろん毒フォーカスが入ってるので怒りで戦うことになると思いますね。で、何がいいかっていうと、ヘルスシナジーがやっぱりね、この亀の防具との相性が抜群なんですよ。 HP が 5% 回復します。で、263の防具なので HP 高めで 5% がかなりでかい。で、そこに回復ブーストがついてくるので、これ生存率がかなり高いので、いい感じですね。ただ、これ黄金じゃないんですよ。結構前に出たやつなんで、黄金で、ポーションバリアがついてれば、マジで強かった。マジで良かったんだけども、まあ、こんな感じですね。ポーションバリアありを、今も探してますけども、なかなか出るもんではないよね。難しい。それでは、タワーで出たいい装備、三つ目ですね。輝くローブ。そして、ソウルダンサーのローブ。まあ、この感じですね。カバンとか、ブラストビルドで使うと思うんですけども、近接でも全然使っていけますよね。うん。まあ、ポーションバリアついてると、近接ですごくいい感じですし、ヘルスシナジーついてると、ぴょんぴょんするときに、すごく使い勝手が良くなります。で、両方ついてるやつ。これがかなり強くって、使い勝手がいいですね。ただ、これ雷フォーカスついてないので、うん、近接で使っていく感じにしてますけども。まあ、この輝くローブ、ソウルダンサーのローブ、結構出ます。タワーではかなりこの装備出ると思いますね。いくつか持ってますよ。それでは、タワーで出てきたいい装備、防具編、4つ目ですね。イカ防具です。イカはとりあえずクールダウンついてれば、無敵バブルで使っていけるので、いいんじゃないでしょうか。ただね、厳選はね、したいところなんだけども、やっぱりタワーで厳選となると難しいですね。うん、とりあえずのやつしかついておりません。まあ、クールダウンと霊気ぐらいですかね。ライフブーストも、まあ、使えるところでは使えるけども、そこまで、重要なやつではないですよね。で、こっちのイカ、黄金が、防護1なんですよね。3だったらもう少し良かった。クールダウンと、まあ、こっちも霊気ですよね。やっぱり、防具には、ヘルスシナジーと、ポーションバリアっていうのがやっぱね、欲しくなるのよ。
でもね、263でポーションバリアついてるやつはないんだよね。できればポーションバリアとヘルスシナジー付きの以下が欲しいです。あ、ちなみに影の衣も263は1つ出てますね。影の衣も1つ出てますけども、まあクールダウンだけの感じです。まあ冷気サプライギフトもまあ一応ついてる感じですけどね。まだまだいいのは出ておりません。続いて最後ですね、タワーで出てきたいい装備防具編、これです。生きたツタのアーマーですね。ツタのアーマーね、個人的にものすごい好きなんですよね。敵がね動けなくなるので戦いやすいんで結構好きなんですよ。でこれエンチャントがなかなか素晴らしくって、お気に入りです。防護、クールダウン、ポーションバリアですね。ツタアーマーは、ダメージ軽減ついておりませんので、これで 15% つくとだいぶマシになります。ただ黄金が、毒フォーカス1なんですよ。3欲しかった、毒フォーカス3欲しかったけども、まあでも、まあ、クールダウンとポーションバリア、防護、この3つが揃ったっていうことで、まあ全然いいんですけどね。でもやっぱり、贅沢を言えば黄金が毒フォーカス3もしくは、ヘルスシナジーかデスバーターあたりが欲しかったですね。でもまあ全然満足してますよ、よく使ってます。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。タワーで出てきたいいものを紹介してくださいということで防具編でしたね。やっぱりね、タワーでの厳選はめちゃくちゃ難しいです。でも出た時の感動っていうのは素晴らしいものがありますね。まだまだ厳選やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。